皆さん、こんにちは。高岡智です。ビッグボス、日本ハムファイターズの大ファンです。じゃあね、今年からなんです。昨日ジャイアンツ初めて札幌ドームに迎え受けて、堂々と3対2で勝ちましたね。いつもの通り、先制はするんですけど、相手の実力で押し戻されましたけどね。万波君のエラーも豪快でしたね。あれ、取ってたら2点入らなかったんですけど、まあ、早く投げようとしたんでしょうけど、まず止めるべきでしょうけど、男の意地で、今日はね、第2戦はね、頑張るんじゃないですか。それにしても、ピッチャーの、ウェザー君、こう、完投勝ちですかね。もう下手すると完封勝ちでしたけどね。だんだんとね、若いピッチャーもね、育ってきましたね。ビッグボス、影響力ありますね。日本ハム取ってよかったですね、ビッグボスを。もうジャイアンツ、日本ハム、ゴールデンカードですよ。もう、ね、札幌ドーム、満員に近かったですね。嬉しいですね。それで、ジャイアンツに競り勝つ。大したもんですよ。なんていうか、もういいです。ある喜びをね、表すの。清宮君ももうちょっとタイミングですね。こう体重移動をもうちょっと抑えてね、体をくるっと回転するような感じで、ちょこんとホームランを打つような感じでね、ヤクルトの村上のように、あんなに体重移動しなくたって、彼は打てますよ。もう、当たった時のもう、ホームランの美しさ。放物線の美しさ。阪神タイガースにいた、田淵幸一さんの当たりに似てますね。ホームランアーティストとしてね、成長してほしいですね。何だったっけな。まあ、なんか、浅間君は昨日も、初回の先制ホームラン、先制ヒット、ダメ押しの逆転ホームラン、いや、よかったですね。ちゃんと横浜高校のね、先輩として、万波中正、フォローしてましたよね。いいチームになってますね。万波泣いてましたけどね。やって、悔しいと。昨日は昨日でね、北村君が、やっぱり、3連投、2戦連続、逆転ホームラン、最後は意地で締めましたけど、やっぱり男だけにしてましたよ。いやー、いい締めになってきた。これでね、A クラスに入って、入る可能性が少し出てきた。これで秋のクライマックスシリーズ、もう、ねえ、
短期決戦ですから、球威のあるチームは強いですよ。ひょっとするとひょっとしますよ。楽しみです。今日も、ね、ジャイアンツ戦、ぜひ勝ってほしいです。はい。